終わったの。もう無理っす。いいじゃん、みんな格闘技やって。じゃあ、居酒屋に行きますか。あ、今から居酒屋に行きます。はい。行きましょう。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだったスパーリング？マジでめっちゃいい経験できたっすね。すごい強かったです。まあでも練習してるし経験があるからね。やっぱりやっぱ格闘技やってるといろいろ学びがあるというか。なんか将来の夢とかあるんですか？僕まだないです。夢がないんですか？そう、夢は僕は金持ちになること。俺と一緒やん。願いが一つ叶うだな。何を願う？大きい家にもうお金とか何も考えずに友達とかと毎日生活できたら楽しい。最高ですね。あー、甘いんですよこの考え方。僕はね、それはもう多分中学時代の時にもう通り過ぎましたね。結局ね、その生活ってなってみると多分 2,3 週間で飽きちゃうんですよ。実際毎日遊ぶだけってなんか充実とかやりがいがないと本当の自由じゃないんですよ。願いが一つだけ叶うとしたら、願いが一つだけ叶うとしたら、まあ、誰よりも一番モテたい。この辺金よりモテたいんだってさっきの言ってること変わってるよ。俺何兆円かなと思ってた。誰よりモテたい。それさ、過去に喧嘩したことあると思うけど、なんで限界になったの？一番なるのはクラフトが多かった。理由は酔っ払ってて相手がこう来たりが多いし、なんだよ結構年上の人とか。なんか俺はさ、東京に引っ越してなんかもう別世界だなみたいな。なんかこっちの方はすごい喧嘩って多いじゃん。はい。まあ、土地の差なのかよくわかんない。東京とか行ったらもうそういう場面が全然ないんですよ。全然、まあ、ない。人が違うね。あーあーなんかわかるですね。なんとなく。なんで喧嘩になるの？程度が低いって言ってしまえば程度低いよね。よく考えると。まあ、今になったらさ、喧嘩なんかしたいと思わないんだけど。当時はなんか刺激を求めてたから。まああんまり自分から売ってないんだけど、それでも。でも結構みんな喧嘩売ってくる人いるやん。はいはい、喧嘩になるじゃんすぐ。なんでだろう。今日みんな。スパーリングしたからさ、はい、すごいなと思ったけど、まさか格闘技経験者だと思わなかった。本当ちょっとだけ。なんか舐めんなよって言ってたから、はい、いきなり来たのに構えちゃんとしてるやん。あいつだけ唯一まだ試合で勝ち星ないんですよ。試合出てるんだ。出てる。あいつ2回出てる。ミスルさんに質問とかない？聞きたいこと。女の子とかにモテます。それがね、モテないんだ。モテないんだ。男からモテるんだ。意外っすね。男からモテるって別にその恋愛感情でってことじゃなくて、なんか憧れてますとかそういうのはやっぱ多いなって感じがしてます。意外としっかりしてる。はい、中火で。俺がすごい思うのは、なんか不良になる子ってなんか根は真面目な子が多いというか、うん、いいやつ結構多いから、うん、多いね。なんか真面目なやつほど真面目に不良をやっちゃう。まあ、家庭環境とかいろいろあるし、環境が人を変えちゃうことってあるというか、うん、まあ、俺に関してはもう多分どこに生まれてもこうなってると思うんだけど、結構俺は育ちはいいはずだから、うん、不良でもいいやつ多いと思うから、なんか方向性さえいい方向に行けば、うん、まあ、成功したりすると思うし、うん、だからもうその力をね、喧嘩とかじゃなくて、いいお金使ってもらえたらなと思う。さっき僕めっちゃ感動したんですけど、ぐるくんスパーリング終わった後にジムでパッと座って、お前らも真面目に格闘技やれよ、稼げるからってこそって言ったのがマジで僕は鳥肌立つぐらいかっこよかったんですよ。ふわーと思って、これがプロだ。俺たち兄弟はさ、なんか別に親が有名人なわけでもないし、まあ、有名な人となんか付き合ったりしてるわけでもないし、自分の力で上がってくるしかなかったわけ。成り上がるしかなくて、俺はなんかこの先格闘技で成功したい人たちに夢を与えたいから、練習すらもうきついことやってないからね。マジだ。楽しくてやってるだけで、
あときつい練習とか見せたくないわけよ、世間に。疲れてるとかとかとかをさ、見ててさ、俺やってるじゃないか、悪いじゃん。何もやってなくて、やってるよ。試合でも疲れてるとかあんま見せたくないから。でもなんか、いろいろやってれば、いろいろいいことあると思うよ。いろんな誘惑があると思うよ。受けることは大事だね。結構世の中、今の日本で差別してるというかさ、悪いやつはみんなクソだね。そんなことないと思うよ、絶対。みんな生まれた時は普通の赤ちゃんのわけだし、本当にクソなやつはいるけど、でもいいやつ俺は多いと思う。今後もこういう企画を続けていきたいですね。次はどこに行こう。ダーツの旅やる。ダーツの旅当たったところへちょっと喧嘩自慢にあって話し合いをしたい、飲みながら。俺も今格闘家だからさ、あんまりこう飲んだりもできないけど、まあ、ちょこちょこやっていきたいですね。皆さんこんにちは、カメラマンの佐々木です。この間インスタグラムで集めた質問の中に、僕が考えたあの失礼な質問をぶつけて、みくるくんがどんなリアクションをするのか検証していきたいと思います。サングラスは好きですね、普通に。あ、サングラス好きなんですね。うーん、あんまり合ってないですけどね。付き合い方考えるとかね。ここは右を押さえ、入り込んだ。